アイオナ島の村地図アイオナ島は、スコットランド西海岸沖、マル島の近くにあるインナーヘブリディーズ諸島に属する、幅 1.6km、長さ 5.6km の小島である。この島のゲール5名は、チャリュームキーラというが、時には単にあるいは、いとも呼ばれる。マル島の海岸からは、約 1.6km の距離にある。住民の数は175人。 アイオナ修道院563年、郷里のアイルランドを追われた聖コルンバは、12人の同志と共に修道院を創設した。彼らはここを拠点に、スコットランドやイングランド北部の異教徒をキリスト教に改修していった。学びの場として、あるいはキリスト教不教の拠点として、アイオナの名声はヨーロッパ中に広がってゆき、主要な巡礼地となっていった。アイオナ島は、 スコットランド、アイルランドあるいは、ノルウェーの王が埋葬される聖なる島となった。ケルズの書は、8世紀末頃にアイオーナ島で、制作されたと一般に信じられている。806年、アイオーナの修道院は、バイキングの標的にされ、宝物が強奪された。1203年には、サマーレットの娘パハックを、初代委員長とする、ベネディクト女子修道会のための女子修道院が、 解説された。現在のベネディクト修道院は、同じ時期に建てられたものである。修道院自体は、宗教改革の時代まで繁栄した。アイオーナ女子修道院アイオナ島は、ダルリアダ王国の国王とその後継者にあたる初期の、スコットランド王が埋葬されるようになった。この島に埋葬されている危険には次の人々がいる。アイオナ修道院の回廊ライリング・オドレーンと呼ばれる。 埋葬地は12世紀に西欧ン礼拝堂の辞書となり、同時期に修道院に改装された。ここには多くの中世の墓を示すモニュメントがある。他にも初期キリスト教や中世のモニュメントがあったのだが、修道院の回廊のアーケードを保存する作業のため撤去され、修道院博物館に保存されている。愛用な修道院の古代の建物は、 ヒストリックスコットランドとして保護されている。1938年、ジョージ・マクロードは、アイオナコミュニティを創設し、宗派を超えたキリスト教のコミュニティとして、男女や生活習慣の違い、キリスト教会が関わってきた伝統の違いを克服し、今日の世界における、新しいイエスの福音の道を模索しようとした。このコミュニティは現在、 ケルト式のキリスト教信仰復興の牽引力となっている。聖マーティンの十字架アイオナコミュニティはアイオナ島とマル島に3つの滞在センターを運営している。このセンターは世界中の様々なバックグラウンドの人々がコミュニティとして共に生活するユニークな機会を提供する場所である。センターでの日々はアイオナコミュニティが関与して作成されたプログラムに従って運営される。 アイオナ修道院教会は巡礼者にとっても観光客にとっても歴史的宗教的興味の尽きない場所である。ここはスコットランドの西部当初に最も丁寧に最高の保存状態で中世から残された宗教建築である。修道院の正面にはイギリスの島で最も保存状態の良いケルト十字である。 9世紀の聖マーティンの十字架と8世紀の聖ジョーンズの十字架のレプリカが立っている。ベイ・アットザ、バックオブザオーシャンアイオーナ女子修道院は、美しい12から13世紀の教会と修道院の遺跡であり、色鮮やかで穏やかな庭を備えている。アイオーナの女子修道院は、スコットランドの中世の女子修道院の中で最も完全な保存状態にある。アイオナは、観光客の間でも、 その静かさと自然の美しさで知られている。ベイアット・ザ・バック・オブ・ザ・オーシャンやヒル・ウィズ・ヒズ・バック・ツー・アイルランドは、セイコルンバが上陸した海岸がこの辺りだと言い伝えられている場所である。1838年にフリー・チャーチがここに教会を開き、初代牧師にドナルド・マクベインが就任した。その長男として生まれたのが、コリン・アレクサンダー・マクベインで、 明治政府の工部省で測量と建築営然を指揮した。聖コルンバホテルは、このマクベイン家族が暮らした旧牧師館である。ありがとうございます。